中日ドラゴンズの外国人、野手、全員2軍へ。中日、アルモンテの出場選手登録を、抹消アキーノ、カリステラ支配下の外国人、野手4人全員が2軍に。アキーノあげろ。外国人事情がロッテよりひどい。純国産打線やねえやん頑張れ。2軍で逆転優勝するための秘策やろ。ビシエド2軍で3割6分なんだけど2軍にいる意味あるか？フォーム改造しないなら2軍で4割打っても使わんよ。1軍野手の層が相当厚いにゃろなー。ビシエドとアキーノで5億使ってんのに2軍とかアホくせえな。外人くじ全部外れたか。今年は例年と比べるとどこも外人いまいちよな。最近はほぼ当たらんな。OPS8 とか残すやつほぼおらん。アリエルほんまようやってくれてるわ。クラークレベルでも今の中日ならギリギリ良いよな。中日の誇る最強外国人カルテット。